高田高校の部員は22人です。主将3年の山賀海舟が大きな声でチームを力強く引っ張っています。チームでは練習メニューを自分たちで考え、選手同士で課題解決を図る自主性を大切にしています。今年は弾道が低いライナーで打線をつないでいこうと、ヒットが出やすい打球角度15度を意識し、毎日の練習メニューを副主将の総見栄太が考えています。フライを上げないので着実にヒットを打っていって、得点圏では点を取れたり、まあ、ランナーなしでもチャンスを作れたりということが、まあ、効果としてはあると思います。バッティング練習の前には全員で集合して、どういう意図で打ってほしいかっていうのを共有しながら打っています。これまで夏の大会は4年連続で初戦敗退と、3年生は勝ちを経験したことがありません。1年の秋からマウンドに上がってきたエースバッテリーは最高学年になり、最後の夏に挑みます。今年の高田高校は3年生バッテリーに注目です。ピッチャーの中戸雄二はコントロールの良さと決め球のスライダーを武器に、相手打者を打ち取る守りの要です。今年に入って球速は125キロ台まで上がりました。去年は夏に向けてちょっと調子を落としてしまったんですが、今年は調子が上がってきているので、ピンチの時は一人で抱え込まないで、みんなと話し合いながらやってきました。中戸とバッテリーを組むのは市村咲也です。視野が広く、チーム一の冷静さでピッチャーをリードします。この冬にベンチプレスをやったことで肩周りの筋肉がついたことで盗塁阻止率が少し上がったので、そこは成長した部分だと思います。ピッチャーの中戸くんはチーム一投手を燃やしていて、キャッチャーの市村くんは冷静沈着です。その2人のコンビネーションでチームを勝利に導いてくれることを期待しています。自分が熱くなりすぎた時はマウンドに来てくれて気持ちを抑えてくれるので、本当に、いい相棒です。バッテリーが試合を作ることで自分たちにいい流れを持ってきて、チームの勝利に貢献できると思うので、まずはバッテリーで試合を作れるように頑張りたいと思います。攻撃面では打率4割6分と出塁率が高い市村咲也を筆頭に、バットコントロールに長けた山賀海舟、チーム1の俊足3年松木雄也の活躍が期待されます。高田高校は3年生を中心としたつなぐ打撃でベスト8を目指します。まずは元気では絶対負けないように、勢いでも県一番を目指してやっていきたいと思います。